リカルド・パトレーゼ、リカルド・ガブリエレ、パトレーゼ、リカルド・ガブリエル・パトレーゼ、1954年4月17日隊は、イタリア・パドバ出身のユダヤ系イタリア人のもと、レーシングドライバー。日本における通称は、鉄人。当時日本で、海一中継を実況していた、古立一郎からは、史上最強のセカンドドライバー、200戦連磨の男、等とも呼ばれた。 兄の影響から8歳よりレース活動を始める。1974年には世界カート選手権でチャンピオンを獲得。1975年はフォーミュライタリアで3勝を記録しランク2位となった。翌1976年にはイタリア解散ヨーロッパ解散で各4勝を挙げ、双方でチャンピオンに輝く。1977年は ヨーロッパ界2にステップアップし、最高位2位を記録。予選では2度のポールポジション以下、PP もマークした。1994年はあくまでシートを獲得できなかっただけであり、当初は復帰を伺っていた。しかし同年のサンマリのグランプリで、アイルトン・セナが死亡すると、ウィリアムズからセナの代役としてのオファーも来ていたが断り、同時に引退を表明した。 会一からの引退後は、1995年にツーリングカーレースに参戦。1996年シーズン終盤には、最新の F1 を運転したくなったというパトレーゼの希望に応え、シーズン中にもかかわらず、ウィリアムズがテストチーム総動員で、当時の現役マシン FW18 を提供。シルバーストーンでのテスト走行が実現し、 同年イギリスグランプリの予選5位に相当するタイを叩き出している。2008年9月10日にはルーベンス・バリチェロがパトレーゼの失踪記録を更新したことを受けてホンダが RA107 ドライブの機械を提供ヘレスサーキットにてドライブを行った。会一三戦後も他のカテゴリーへしばしば参加し1977年と1978年には F3 企画導入以前のマカオグランプリを2年連続で制覇している。1979年により、ランチやアルファロメオなど、アバルト関連のドライバーとして、グループ5、グループ C、プロカー選手権などのマシンの熟成テストを担当し、実戦でもしばしば起用された。1982年に、富士で初開催された WEC ジャパンにも、ランチアの一員として参戦している。 1997年には、ニスモから日産、R390 を買って、ルマン24時間レースに参戦。結果はリタイア。これを最後に、本格的なレース活動は行っていないが、時急リクサレース等に出場しているという。2005年2006年には、グランプリマスターズにも出場した。1989年、第2003マリのグランプリにおいて、 当時の最多出走記録を上回る176戦目を達成。その後も記録を更新し続け、最終的には足掛け17年で通算256戦にまで達した。これは2008年第5戦トルコグランプリでルーベンスバリチェロによって破られるまで約15年間にわたり最多記録だった。また、1982年第5戦。 ベルギーグランプリから1993年最終戦、オーストラリアグランプリまで記録した187戦、連続出走も連続記録としては最多であったが、2006年の第二戦、マレーシアグランプリにて、通算記録より一足早くデビットクルサードに更新されている。1982年モナコグランプリでの71戦目の初優勝は当時の最地記録である。 現在の記録は、マーグウェバーの132戦。レース出走数自体が多く、またキャリアの終盤を迎えるまで信頼性の低い、マシンを狩ることも珍しくなかったため、リタイア総数は130という不名誉な記録もある。これは、クラッシュが多く、壊し屋と呼ばれたアンドレア・デ・チェザリスに次歴代2位である。デ・チェザリスもパトレーゼには及ばないものの、 通算208戦と多くのグランプリに参戦したドライバーだった。スキーの腕前はプロ級で、カイ一パイロットたちが毎年行っている、イ一スキーウィークの大会では何度も優勝しており、カイ一デビュー前にイタリアナショナルチームの強化選手に名前が上がったほどである。同じくスキー趣味を持つミハエル・シューマッハがチームメイトだった時には、バトレーゼに、 スキーが上手くなる方法を尋ねたこともあったとされる。万能な運動能力で、テニス、ゴルフ、サッカーなどもこなす。自宅にも、フィジカルトレーニング用のジムを完備していたが、会一シーズンオフである冬の期間は、自宅から近いプロサッカークラブ、カチョパドガのクラブ施設でも、フィジカルトレーニングをしていた。また鉄道マニア、鉄道模型愛好家でもあり、世界最大の鉄道模型メーカー、 メルクリンの世界的コレクターである。自宅には数多くの鉄道模型コレクションが飾られており、1988年時点でメルクリン線、高ゲージ車両は1935年以降のクラシックモデルをすべてコンプリートしているという大コレクターであったが、近年の車両は綺麗すぎて収集意欲が少し落ちてしまったよ。笑いとも語っている。ウィリアムズ時代、スポンサーだった。 キャノン主催のイベントでは日本の一番早い新幹線はと聞かれて望みと即答した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。